人生に迷った時、大きな決断に迫られている時、あと少し力が必要な時、僕がそっと背中を押してあげるよ。今夜はフラチな男とフラチな夜を過ごそうよ。ガクトのフラチな男たち。ズボンを許してお尻出しましょうね。ガクトのフラチな男たち、略してフラチを、またまたこのシリーズがやってきてしまいました。スッチーホーさんに続く憧れの職業シリーズ第3弾、ナースお悩み相談室。改めましてこんばんは、白い巨頭ドクター中松です。本当好きだよな、みんな。この手のシリーズ。どうする？ナースだよ。僕の天敵だよ。もう今ピリピリしてるからね。かなり。今や全国のナースステーションで話題沸騰のこの番組。今夜は、忙しい白衣の天使のフラチな悩みを、僕ドクターガクトが解決していきます。もちろん今夜のメールハガキはオールナース、白衣の中に隠されたナースの真実を外科医ガクトが解剖。お医者さんごっこが大好きな男子リスナー、今夜のこの放送を参考にナースたちのハートを痛めるために番組を聞いて勉強していただきたい。それではナースからのナースコールメール。長崎市、ラジオネームルリコ。私の病院にとても困った患者さんがいます。その患者さんは長年入院している72歳のおじいちゃんで、私が体温を測りに行くと二の腕を触ってくるんです。最初は私もおじいちゃんだからしょうがないなと思って触らせてあげていましたが、どんどんエスカレートし、最近では二の腕を舐めてくるようになりました。私はとっさにおじいちゃんの舌をかわしました。するとおじいちゃんはひどく落ち込んでしまいました。それ以来おじいちゃんは舐めていきませんが、未だに落ち込んでいる様子です。ガクトさん、私はどうすればいいんでしょうか。噛んであげなさい。耳。これはでもね、このおじいちゃんどうなんだろうな。きっと若い頃はね、真面目だったんだろうな。リバウンドだな。でもなんで二の腕なんだろうな。胸じゃないんだよ。二の腕なんだよ。ああ、二の腕は胸の柔らかさと一緒。だからどうした？なんで面白くない？何言わせんだよ。さて、ナースお悩み相談室を開催中のガクトのフラチな男たち、どんどんナースからのフラチメールを紹介していきます。白衣の天使はフラチ用が大好き。すごいエッチな文だねこれ。盛岡市、静香。私は内科の看護師になって3年になります。看護師をやっていて一番の悩みがあります。それは夜勤で一緒になる先輩の看護師とどうしても喋りたくないんです。理由はその先輩は普段はちゃんと仕事をしている様子なんですが、私といると全く仕事をしようとしないからです。なので二人でいるとき、私を距離を置いたところに座り、時間をかけてカルテを読んだり書類を整理したりして時間が過ぎるのを待っています。患者さんからナースコールがあると困るので、8時間の間嫌でも一緒にいなければなりません。ガクトさんはどうしても嫌いな人と一緒にいなければいけないとき、どうやって時を過ごしますか。戦うね。まずはじめに、これ最近の僕のパターンだね。お前が消えるか僕が消える、二つに一つみたいなね。コインをプルーンって回して落ちるまでに勝負決めるの。フッ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 みたいな。ガーヤー。まあ最近ちょっとね、僕もだいぶ喧嘩っぽくなってるから困ったもんなんだけど、いいんだよ。うん、これぐらいがちょうどいいんだよ。中途半端にね、
自分の思いを押し殺すよりも、自分がまっすぐ筋の通ったことやってると思うんだったら、徹底的に行きなさい。それで、相手が言ってくるようだったら、だったらしっかり蹴られてみせろやみたいな、ね、言ってもいいんじゃないですか。てめえに白衣を着る資格はねえ、みたいな。ね。まあ、どの世界でもね、中途半端なやつはいます。でも中途半端なやつを見て見ぬふりするってことは、それは君も中途半端だって思われるってことだからさ。そんなやつはね、後ろ回し蹴り一発でいいよ。かかとを落としたら。まあ、看護婦として、看護師として、プライドがある人たちは、舐めたまねしないで、人の命扱ってるんだから。気合入れてな。まあ、そういう人はいずれ消えていくから、どうせ消えるんだったら、早く消してあげなさい。これが、学徒流。来週からは、しばらく通常営業。フラチな男たちではナースだけでなく様々な職業についているからから、フラチめ募集しています。募集ね。募集じゃなくて。疑問、質問、相談送ってください。もちろん身近で起きた笑えるフラチなメールも待っています。メールアドレスは全部小文字で、gakuto@allnightnippon.com。ガクトのスペルは GACKT。はがきの宛先は郵便番号 137-8686 日本放送ガクトのフラチな男たち。略して、フラチオまで。電話で直接僕に思いを届けたい人、電話番号も書いて、しっかりね。この後は、生ナース、登場。フラチになって既成概念を捨てて新しい発見。ガクト、フラチな男たち。ナースお悩み相談中。ガクト、フラチの男たち。略してフラチを。今夜は神の手を持つドクター。ガクトがナースを触診して、その全てを見せてあげよう。触診ね。もうね、甘い。触れずして、すべてを見せてあげる。触れずしてだよ。触れずして。ゴッドハンドだよ。本当に。いや、笑ってるけどさ。すごいんだから。ラジオでは見せれないけど。さて、早速生ナースからのナースコールです。横浜市かなちゃん25歳。職業はもちろんナース。かなちゃんは、ちょっとこんなこと読ませるなよ。はいはい。僕のな、太い注射待ってるんだ。甘い！触れずして、入れずして、刺さずして、すべてを見せる。ね。行くとこまで行かせてあげるよ。さて、かなちゃん、メールを紹介。カルテね。カルテね。甘い！横浜市かなちゃん、職業看護師。今私は大きな悩みを抱えています。それは入院中の2歳年下の患者と付き合っていることです。他のナースにバレないように病院内ではこそこそ付き合わなければいけません。そのため、彼と過ごす時間は限られたものになります。病院の中では看護師と患者の関係なので仕方ないことなのですが、手料理を作ってあげたり、外でデートをしたいんです。ガクトさん、病院内で十分に心を満たされるような付き合い方を教えてください。これは難しいなぁ。もりもり。もりもり。かなちゃん。はい。いいのか。あのさ、はい。病院の看護師が、患者と付き合ってもいいの？別に付き合ってもいいんですけど、先輩で付き合ってる人もいるので。あ、そうなんだ。はい。なるほどね。はい。ちなみに、かなちゃんは何か？整形外科です。整形外科。はい。で、その彼は一体何のために、そこに入院してるわけ？バイクで事故って、うん、で、片足を骨折してしまって、うん、で、2ヶ月くらい入院が必要になったと。で、そこでどうやって恋に落ちたの？はい、たまたま、手術が終わった後に、うん、病室に枕を持ってってあげたんですね。うん、だからそれがなんか彼は嬉しかったみたいで、
で、なんか告白されたんです。なんて、え、どういう告白だったの？退院してからも僕に枕を持ってきてくれないかとか。普通になんか、今度こけるときは一緒にこけてくれとか。普通に付き合ってほしいって、付き合ってほしいって、で、はい、かなちゃんは OK だったわけだ。はい、あのね、僕これ、はい、友達のね、看護師の彼がよく聞いたことだったんだけど、はい、患者とね、看護師の子たちは、はい、結構恋に落ちやすいと。特に男がすごい恋に落ちやすくって、はい、退院すると急に人が変わるっていうのをよく聞くんだけどね。退院してからもそのナースの関係を求めてしまう男が非常に多いから、すごいなんかこう辛いみたいなこと言ってたけどね。ああ、そうですね。まあどういうふうに過ごせばいいかって言われてもね、病院の中でデートするのもどうかと思うしね。そんなことより僕はさっさと足を直せって思うんだけどね。まあ手料理を作ってあげたいって言っても病院の中でしょ。はい。まあもちろんあれだよな、まだ外にデートしに行ったこともないんだよね。はい。だってこれからでしょ、全部。これからですね。わざわざ病院でデートすることないんじゃない？いやー、もうだから一緒に会いたい。いや、毎日会ってるじゃない。毎日はでも会えないですよ。あ、そうなんだ。とかあるから。あ、そうなんだ。なるほどね。あ、周りにはバレてるの？いや、バレてないです。同期しか知らないんです。あ、同期の子たちは知ってるんだ。うん、知ってます。例えばさ、はい。彼氏だけ特別扱いになったりとかってあるの？特別扱いはちょっとできないので。まあそうだよね。他の患者さんにもちゃんと看護しなきゃいけないので、それはちょっとおろそかになってしまったあれなので。結構かっこいいこと言うね。いや、いいこと言うね。そんなこと。例えばさ、はい、今日メールするねとかさ、はい、そういうサインとかあるの？いや、でも消灯過ぎになって、うん、少しあのお部屋に行ってお話ししたりとかだから、まあそれは、うん、まあ本当こそこそっていう。欧米でしょ？会社。欧米です。欧米じゃ何もできないよね。はい。まあでもストレス溜まるよね、確かに。そうですね。付き合ってるのに寝てる、寝てるのに何もできない。そうですね。そうか。まあでもね、はい、退院するまで待って、例えばそれで相手がね、うん、冷めてしまうようだったら、それはそんなもんでしょう。ああ、それはかなちゃんに惚れたのではなくて、看護師のかなちゃんに惚れてるわけであって、そんなの大変だよ、かなちゃん。毎日かなちゃんが彼氏の家に行くときには白衣を着なきゃいけないんだよって。ナースの格好して彼氏の家にピンポーンとし、で、診察でーすとかって言って行かなきゃいけないんだよ。大変でしょ、それって。それは嫌ですね。でしょ？うーん。大切なのは退院した後で、本当にプライベートのかなちゃんと会って付き合いたいと思ってるかっていうことが結構大切だと思うよ。そうですね。基本的には、看護師と患者の関係ではなく、はい、外に出て一人の女と一人の男として、はい、まず初めにデートして、はい、そこからこれから付き合っていくかどうかを決めた方がいいんじゃない？はい。まあ、得てして患者はナースの子たちに惚れる傾向があるよね。ああ、天使に見えるんですかね。僕には悪魔に見えるんだけどね。そうですか。まあでもいいんじゃない？下手に、こう、見られないよりかは、見えてるぐらいの方が。はい。まあ、僕が看護婦の人たちに、望むことを一つで言えば、はい、看護するときに、はい、タメ口はやめてくれ。あ、うん、それぐらいかな。熱測ろうねとか。ああ。
なんでそんな言い方するのかなとかいつも思うんだよね。一応客だぞみたいな。そうですね。患者様ですからね。うん、まあ患者にはね、はい、こう毅然とした態度で、そして優しく、はい、そしてサービスよく、言葉遣いは丁寧に、はい、うん、そうすれば素敵なナースで、素敵な天使でいられます。はい。はい。頑張ってな。はい。いい天使でいてな。はい。はい。じゃあね。お父さんも頑張ってください。ありがとう。はい。スラチになって既成概念を捨てて新しい発見。ガッド。プラチナ男たち、ナイチンゲール、チン。今夜はナースお悩み相談室を開催したガクトのプラチナ男たち。ナイチンゲールってすごい名前だね。どこでも切りたくないね。ゲールって名字だったっけ。ナイチン、ナイチンゲールなの、どっち。それともなんとかナイチンゲールだったっけ。誰も知らない。ナイチンゲールっていつの人だったっけ。昔って、それぐらいわかってるよ。今夜電話で話をしたのは横浜のかのちゃん、職業ナース。まあやっぱり今日話をして思ったことは、ナースの子たちはいろんな不満があるんだろうね、いろんなストレスあるんだろうね。でも命を預かる職業です。うん。すごいことだよ、本当に。人の命預かるって。ね。しかもね、蚊によっては、本当に目の前で人が死ぬのを見なきゃいけない人たちもいっぱいいるわけじゃない。生死感とかすごいこう、ぐらつく人もいっぱいあるだろうし、そういう人もいっぱいいるだろうし、すごい辛いことを毎回経験しなきゃいけない人たちもいっぱいいるだろうしな。でもそんな君たちがいるから、助かってる人たちが本当にたくさんいてさ、それを誇りに思ってください。本当にそのただね、見た目が白衣だから天使に見えるとかではなくて、本当大切な職業なんだよ。うん。まあ、あの毎日ね、こうたくさんの患者がいるからといって流れ作業のように怠慢にならず、本当に一人一人患者はみんなそれぞれのナースに感謝してるんだから、うん、それを分かった上で、素敵な天使でいてください。それでは番組の最後はいつものように、これってフラチですかの時間ですが、今夜は特別にナースのフラチを僕ガクトがジャッジする、これってフラチですか、ナース編。さいたま市、きなこ。夜勤が終わり、たくさんの看護師が病院から出てくるのを見るために、毎週のように病院の前へ来てしまう男はフラチですか。わからなくもない。いるでしょ。ね。だって芸能人に追っかけがいるように、看護婦にも追っかけは絶対いると思う。うん、注射してみたいな。まあこんな感じでナースだけでなく、みんなのこれってフラチですかも待っています。メールアドレスは全部小文字で、ガクトアットマークオールナイトニッポンドットコム、ガクトのスペルは GACKT GACKT。 あの木の宛先は郵便番号 137-8686、 日本放送ガクトのフラチな男たちまで送ってください。今夜はスペシャル企画、憧れの職業お悩みシリーズ第3弾、ナースのお悩み相談室でした。まあ、こんな職業の特集やってくださいというリクエストも待ってます。みんなからの質問、疑問、相談、受け付けています。そして僕に直接思いを届けたい人、電話番号も書いて送ってください。電話しちゃうかも。この番組はインターネットでオンデマンド放送もやってます。もう一度僕の声が聞きたい人、日本放送のホームページから入ってください。そして番組のホームページ、携帯電話のサイトも、要チェック。この番組の裏側、公開しています。
最後に僕からのお知らせ。小説が発売になりました。そんなわけで、今日聴いてもらった新曲ラストソングが11月12日に発売になります。本当に愛のこもってない拍手だよね。本当に。もうちょっとさ、寄せじゃないんだからさ。本当、友達なくすよ。友達いないでしょ。ねえ。ダメ、そんな拍手は。もっと愛な、愛のこもった。いや、そうやられたらさ、うん、僕はもう、放送に関わらず、テーブル飛び越して前蹴りするけどね。今夜は最後まで聞いてくれて、ありがとう。みんなお大事にね。それじゃあ、また、フラチナ男が、君を変えてみせよう。